テロップ入れてます。少々お待ち。おはようございます。あ、消えちゃった。おはようございます。よいしょ、 OK。 おはようございます。おはやしみ、ハートのギフトありがとうございます。お花のギフトありがとうございます。おはよう、ありがとうございます。朝からおはようございます。待ってたよのギフトありがとうございます。ハートありがとうございます。お疲れ、ありがとうございます。ファイト、小判ありがとうございます。ハートありがとうございます。おはようさん、おはようございます。ハートとだるまとクラッカーありがとうございます。今日も笑顔で頑張るうちにパワーを、今日も頑張ります。ありがとうございます。お花ありがとうございます。おはようちよちみん、ありがとうございます。おはようございます。ハートありがとうございます。おはようございます。おはよう、ありがとうございます。おはよう市民、ありがとうございます。夜勤明け、お風呂上がり、ありがとうございます。お疲れ様です。夜勤明け、お疲れ様です。おはようございます、ありがとうございます。おはようございます。今日もありがとうございます。おはようございます。キラキラありがとうございます。クラッカーありがとうございます。通勤電車な、お疲れ様です。その時間だよね。クラッカーありがとうございます。お花ありがとうございます。キャラパキ、キャラパキってなんだ、お菓子かな。もう髪伸びた気がする。だよね、あれもそう思う、伸びた気がするこれぐらいの長さがちょっと伸びていい感じになった気がします。お花のギフトありがとうございます。何の水が出ないんだ、星になっちゃってる。だるまありがとうございます。ゲームのハートありがとうございます。追加にて申し込みました、ありがとうございます。ハートとバラありがとうございます。周年ライブ行くために仕事追い込み中、頑張れ平日だもんね、周年ライブ、頑張れ、周年ライブのために頑張れ。お花のギフトありがとうございます。ね、そうそう、ちょっと経っていい感じの長さになってきた気がするなんとなくだけど。おはよちよち、ありがとうございます。あ、宿泊先の水が出ない？そうなの、それつらいね。歯磨きとかできないじゃんねハートとお花ありがとうございます。稲刈り終わりましたでしょうか。終わりましたね、1ヶ月前に。おはようグルト、ありがとうございます。おはよう市民、ハートありがとうございます。だるまありがとうございます。おはよう、ありがとうございます。そう、頑張らぬ愛の、劇場版イベントの申し込みが、4時申し込みが今日の12時までです。今週のおすすめは、関西行くよって方は追加になった大阪のアクシ会
もなんですけど、それよりも先にあの神戸の三部の方の看板を目指しているので、握手会、あ、大阪の握手会んはまだあのちょっと先なので、そっちよりも神戸の三部の方を目指しているので、そっちでお願いします。神戸の三部と、オンラインお話し会の12月7日の三部でよろしくお願いします。そこは生誕期持ってなかった、生誕期じゃない、そうだから、うん、そうそうそう、で関東のみなんだっていう方は幕張の握手会の2部でよろしくお願いします。その部でよろしくお願いします。まずは、はい、大阪の握手会はちょっとまだ日があるので、そっちよりも先に神戸の方で行きたいなっていうことになったので、よろしくです。ぜひお待ちしてます。ショールームをいつも見てくださってる方もぜひ気軽に、最初は多分オンラインの方が始めやすいのかな、イベントを初めて行く、やって行ってみようかなって方は、でも握手会も48グループっていう感じがあってすごい楽しいんですが、ちょっとまだ敷居が高いなっていう方はぜひオンラインで、オンラインだとあの周りに人もいないのでね、参加しやすいと思うので、ぜひいつも配信を見てくださってる方もオンライン話し会ぜひ来てくださったら嬉しいです。お花のギフトありがとうございます。おはようちうち、グッドモーニング、追加申し込みしたよ、ありがとうございます。バラとハートありがとうございます。レインボースターありがとうございます。お花ありがとうございます。ショールームをたまに見る人でもいていいです。そうそう、ショールームをたまに見てるよっていう人もぜひ来てくださると嬉しいです。レインボースターとコウモリありがとうございます。近所のコンビニは気軽すぎるなそんな感じでぜひ来てください。お花とハートのギフトありがとうございます。シングルの握手会参加したことない、そうなんだ、じゃあぜひこの機会に神戸の三部でお待ちしてます。お花ありがとうございます。レインボースターありがとうございます。12時までなので申し込みが、ぜひ来てくださると嬉しいです。ハートありがとうございます。コウモリありがとうございます。ネジシュー行きやすいな、マイドーム大阪、へえ。ハートありがとうございます。関東に住んでて関東のイベントだけの予定だよって方は、幕張メッセの2部で待ちしてます。ともうオンラインお話し会も、そうそうそう、今ラインナップとしてはサメ会と何があるんだよね、年賀状ね、うん、そう、愛知の年賀状お渡し会と幕張のサメ、幕張のサメ会もあるんですけど、そっちはなかなかちょっと看板が大変そうなので、他のところで攻めていこうという作戦ですが、でも写メ会とあの年賀状渡し会もあるので、気になる方はぜひお待ちしてます。そこしか行けないですね。そうそうそう、そう、行けるところっていうのが前提で、
行けるよって方はあの神戸の方でお待ちしてます。そう、イベント自体は握手会だけじゃなくて年賀状お渡し会と写メ会もあるので、そっちの方も気になるなって方はぜひお待ちしてます。タコありがとうございます。ハート脱ぎしてありがとうございます。おはよう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 、レインボースターありがとうございます。お花脱ぎしてありがとうございます。ハートありがとうございます。おはようございます。タコありがとうございます。ハートありがとうございます。おはようおはようありがとうございます。なのでぜひこの機会に行ってみようかなって方はオンラインが始めやすいんじゃないかなと思うので、初めてちょっと気軽にちょっと行ってみようかなって方は、12月7日は生誕ティーデーなんですけど、生誕ティー持ってなくても全然大丈夫なので、あの生誕ティー持ってくださって買ってくださった方はぜひ生誕ティーでお揃いしてくださると嬉しいですが、持ってないよっていう方は全然大丈夫なので気軽にお待ちしてます。どうですか？うん、美味しい。ヨーグルトとね、うん、バナナ、うん、おはよう、ありがとうございます。です、今日の12時までです。美味しい、これなんかそうパンとバナナ、あのヨーグルト断面綺麗でしょ。うん、よくあるよねこれ。なんかこう、まあ、パンにバナナって合うんだと思って、フルーツサンドイッチ綺麗に巻けてるね。うん、こんな感じハートありがとうございます。生誕ティー全部生誕ティーからですありがとうございます。ハートありがとうございます。早めに仕事向かいます。いってらっしゃい、頑張ってね。お仕事、握手会のうちは配信よりちょっとテンション高めなのでおすすめです、だそうです。握手会自体がすごいワイワイしてるしね。朝はすごい静かだけど、この前初めて一部の握手会してすごい静かでした。そう、でも2部夜6部くらいから一気に人が増えるって、おーって感じだったそれに飲まれて一緒にいるだけでテンション高くなっちゃうね。ハートありがとうございます。今起きた、おはようございます。横浜以外は全部参加する、ありがとうございます。そう、横浜は行けないよ、関西行くよっていう方とか、関西と関東どっちも行くよって方は、神戸の3部と、神戸の3部一番の目標で、関東だけだよって方は幕張メッセの2部が一番の目標なので、今のところね、ぜひ迷ってる方はそこでお待ちしてます。そう、その日が行けるよって方はその日で、空いてないよって方は他でも全然大丈夫なんですが、
セタンティーのデザインを予想した T シャツいいね、当たるかどうか、いいね。気になるわ、予想の T シャツ。お花のギフトありがとうございます。100キラキラありがとうございます。そう、聖誕ティーの予約も本日まで、お忘れなく。そうです、そうです、劇場から歩いてすぐの、ショップで予約ができるんですけど、聖誕ティーの、その聖誕ティーの予約が今日までです。ぜひゲットしてくださると嬉しいです。当日と、通販ネットでも買えるんですけども、ぜひ予約してくださると嬉しいです。たくさん来てほしいですね、ぜひ。ぜひ来てください。ハートありがとうございます。そんなバナナ。そんなバナナ。おはよう、ありがとうございます。ハートのギフトありがとうございます。素敵な写真も文章も癒されてた。おー、ありがとうございます。もう場面ちょっと昨日のまま短くなっちゃいましたが、時間がなくてありがとうございます。待ってます、返信。お花のギフトありがとうございます。公演当たるように応援してください。当たりますように。何の公演？ M ですか？M 当たりますように。あ、昨日か一昨日か。ありがとうございます。おはよう、おはよう、おはよう、ありがとうございます。そう、セダンティ今日までなのでね、予約忘れなく。お花のギフトありがとうございます。おはようございます。セタンティの役を1日1回さらに何か指差し確認して大事。引き換えできないもんね。そう、大事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 。確かにそれがなかったら引き換えできないから。ハートのギフトありがとうございます。だるまありがとうございます。髪の長さと校長先生の足は短い方が良きよかった、ショート派で、ショートっていうかボブ派でよかった。花のギフトありがとうございます。ハートありがとうございます。生誕祭まで縁もお預けなので。あ、そうなんだ、来てほしいなね、シャンシャン。楽しみ。あれも19日生誕祭をしていただきますので、ぜひお待ちしてます。そちらもまだ申し込み始まってないけど、ぜひお待ちしてます。そうか、当たるやすいようにってことか。ぜひ待ってます。ハートありがとうございます。吉見財閥さん、おはようございます。全然違うけどおはようございます。だるまありがとうございます。楽しみ、ありがとうございます。生誕ティー、その別にアイネの反応方はもちろんだけど、アイネの反応方じゃなくても生誕ティーのデザインが好きだから着てるみたいないう方もいらっしゃるっていう去年のデザインがめっちゃ嬉しいことに好評だったから、ちょっと今年がドキドキなんだけど。小判とお花のギフトありがとうございます。レジ申し込み12時までです。です、お待ちしてます。そう、オンライン話し会はアプリを入れるだけで、全国どこから海外からでもお話ができちゃいますので、ぜひ配信をいつも見てくださってる方は全国どこからでも話せるのでね、
しかも周りの人がちょっと気になるなとか、ちょっとまだ会場に行くのは緊張しちゃうなって方はオンラインが始めやすいと思うので、ぜひオンラインお話し会でお待ちしてます。12月7日の3部がおすすめです。ぜひお待ちしてます。配信を見てくださってる方とか、いつも M で会うなって方とかもぜひお待ちしてます。M でいつも会うなとか、ちょっと行ってみようかなとかいう方もお待ちしてます。ポリポリ、お花のギフトありがとうございます。だるまありがとうございます。小判かわいいなギフトありがとうございます。よいしょ、幕張追加しました、ありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。そう、関東のみだよって方は幕張の2部でお待ちしてます。おはよちゃん、おはようございます。よろしくファンボス、だるまありがとうございます。生誕祭まで我慢して公園に投げない期間、でも周年コンサートがある、あるあるね、そうそうそう、公園に行けなくても周年があるのでね。だるまありがとうございます。ルームス6日から、そうなんだ、知らなかった、あら、あ、そうなんだ、へえ、2週間前とかそういう感じなの、お、だそうです。6日からルームスの皆さんは、ルームスの皆さんがさらに急増しました。あはは、みんな生誕祭が終わったら、終わったからってあの大会しないでね。昨日はあのちょっとお休み動画が遅すぎてあげれなかった、夜遅すぎてあげれなかったんだけど、あのお茶目なミニヨシミンの頃の動画を更新しました。めっちゃ恥ずかしいんだけど。よちみあえちゃんこんばんは、こんばんは。寝坊した、おはようございます。バナナギフトありがとうございます。お、アメリカから話すかも。ありあり。アメリカから近愛すぎるけど、まあ、全国どころか全世界どこからでもできるのでね、ぜひお待ちしてます。公園で会うなで申し込んだら全員申し込まないといけなかった。まあそうだけど、よく来てくださるのでね、公園で会うなって感じの、前の握手会とか6割くらいあのよく会うからちょっと申し込んでみたよって方で嬉しかったですね。ちょっとちょびっとだけ話してみたくて、ちょびっとだけ行ってみようっていう方が多くて、前回はね公園で会うから、そうそう、ハートありがとうございます。写メ会申し込みしたよ、ありがとうございます。そう、写メ会おすすめは握手会とお話し会なんですけど、イベントは愛知の、あ、幕張の写メ会と愛知の年賀状渡し会もあるので、そっちもちょっと気になるなって方はそっちもぜひお待ちしてます。ハートありがとうございます。黒点もう何ヶ月やってないんだ、何ヶ月ってことじゃないか。黒点どれくらいやってないんだろう、でもそんなにかな、レインボースターありがとうございます。
なので今週は神戸でよろしくお願いします。大阪はねまだ時間っていうか日が先なので、全然、まあ、来年になっても申し込みまでやってるので、来年くらいになってから完売を目指したいので、先に神戸の方でね目指したいので、先に神戸でお願いします。お願いします。いて、レインボースターありがとうございます。そうだいぶ先なのでね、2月なのでだいぶ先なので、まだ来年になってから完売を目指すくらいで、先に神戸で全部を目指したいなと思うので、お待ちしております。ISS からさすがに厳しいな。ハートとレインボースターありがとうございます。スーパーマリオワールドの目めっちゃ打ってる。もうそれは現実世界だね。インターナショナル市民、そうそう、海外からでもお待ちしてます。ハートありがとうございます。お花のギフトありがとうございます。ね、M の先輩のファンの人も来てくれたら嬉しいけど、ちょっとタイプが違うからね。来るかな、来てくれたら嬉しいです。でもタイプは違うけど、ぜひどんな感じかなっていう感じで来てください。気軽に1ヶ月ぐらいか。何ヶ月とかじゃなかった。確かに。では壇上読みしたいと思います。ゼルダもマリオもポケモンもちょっと知らないので、やる予定はないんですが、すいません。ドラクエがメインなので、そうドラクエ、ドラクエときメモっていう感じで、ときメモを挟みつつドラクエを進めたいと思います。新作が発売されるまで、新作が発売されたらずっと新作をします。波に乗って波に乗ってね。ハートありがとうございます。では終わりたいと思います。来てくださってありがとうございました。ありがとうございました。オンライン話し会と握手会の申し込みが今日の12時までなので、バナーから、この配信のバナーから、こっちにあるやつからバナーからできるので、配信が終わった後でもぜひバナーから飛んでいただいて、お待ちしてます。今日の12時までです。改めまして言いますと、今週のおすすめは、神戸の握手会の3部とオンライン話し会12月7日の3部です。で、関東に行くよって方は幕張メッセの2部がおすすめですので、そこでぜひお待ちしてます。バラありがとうございます。では13位、 MO さんありがとうございます。12位マッツンさんありがとうございます。11位アットさんありがとうございます。10位サカさんありがとうございます。9位バンチョさんありがとうございます。8位ヤスさんありがとうございます。7位タカミンさん、おー目覚まし。7位タカミンさんありがとうございます。6位コバトンさんありがとうございます。5位、サクチャンマンさんありがとうございます。4位ヨンさんありがとうございます。そして3位はデグ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 デン、ウーカメインの箱押しさんでした。ありがとうございます。パチ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 、ありがとうございます。そして2位はデキ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 デン、ミョンさんでした。ありがとうございます。ありがとうございます。そしてこの配信の1位はデキ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 デン、マキシさんでした。ありがとうございます。パチ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 、ありがとうございます。皆さんも来てくださってありがとうございました。今日も一日頑張ろう。今日は金曜日です。金曜日、金曜日、待ちに待った金曜日、今日
今日も頑張りましょう。それでは次の配信も来てくれるかな。またねー、バイバーイ。